ラックアンプレアブルです。関東学院がボールを持ち込んだんですが、そのボールはターンオーバー、立正がボールを奪いました。その後のラックでボールが出ませんでした。したがいまして、立正ボールのスクラムでプレーが再開されました。